お願いします。でしょんね。いいですか。ユーザーさんもいいです。痛いますので。はい。GPS モードがここに来るようにします。
入れ替えて、でスイッチがこう起きてないよりこうなってた方がスタート位置になりますので、これが今こっちに倒れてるもんだと見てください。でこの状態でスイッチオンな。はい。AB の記憶のスイッチは常にニュートラル位置にしててください。ここだけすいませんけど真ん中です。でここは全部倒したオフ状態、オフ状態。でここも入れ替えますからこっちの状態ですね。この状態で電源を入れます。で電源入れてからこれやってる時に機体は絶対触らないように。最初はあの水平とかいろんなコンパスのデータ取りをしてますので、今キャリブレーションしました。ピロリロリンで虹色で、で今 GPS の補足をしてます。で補足をするとグリーンの高速が入ります。はい。今ここでホームポイントを記憶しました。でここで今ピンクですよね。GPS モードですから。じゃあ飛ばしますよというときは、この F はファームモードって農薬散布モードっていうやつです。F モードの F はファームの F で、これをここに倒してもらって、初めてこれ今度グリーンに変わりますよね。これはピンクで、飛ばしますよという時はグリーンのゴーサインが出ますので、ここでアームです。アーム していいですか。アーム出します。でこの状態でちょっと待てよ、やっぱり飛ばさないというときは一回スロットルをちょっと上げないといけないです。真ん中近くまで、そして全下げをしてもらうと落ちてあげる。音が変わるぐらいちょっと上げてます、はい、下げると止まります。このままの状態でうわ止まらないってなるから、慌ててこんな抜いたりとか しないようにプロペラ回ってますから、この状態で電源入れたけど、あちょっと待てよ、飛ばす場所変えたいなってローター止めるときはじわっと飛ばないぐらいまでスロットルをじわっと上げてもらって、今みたいに下げると自動で止まります、はい、これが一通りの最初の飛ばし方のパターンです。であと今これファームモードで飛ばしてますので、ファームモードの M プラス状態、はい、そうです。でこれでポンプが反映されてるんでしょう。もはい、M プラスで、そうですね、このファームモードで、でここはオフでももう回るということね、はい、自動で、はい、自動でもここオンオフ関係なしに、ここの今ファームモードの M プラス状態ですので、半自動モードです M プラスっていうのになると、ポンプがもう自動連動してます。でここは効くのね、流量は、はい、はい、で、はい、あの進むスピードに応じて、さっき言ったように高さと噴霧量と調整して、その時の風と条件に合わせて飛ばしてください、まあ、あとはもういつも飛ばされてる状態だったらいいのかな。 あとは帰ってきて普通に停止してっていう形ですね。これをまたあとちゃんと時系列に書いて、本当は持ってこないといけない。バタバタ2日徹夜で忙したもんですから、これが届くのが遅かったもんですから、またメールの